はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員靴田でございます。はるみ様、お手紙いただきました。ありがとうございます。ペリズマ様ご夫妻、竹行様、ビオラ、紫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ペリズマイさんとこはご夫婦なのに別々にくれるっていうですね、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。メール党員さん向けにですね、9月11日に、イベントをやります。まあイベントっていうか活動のお手伝いしてもらいたいっていう感じかな。今日のメールマガジンにから告知開始いたしますんで、9月11日日曜日午後、お体空いていた方はメール党員さんはぜひともご参加ください。これちょっと一般にですね、募集しちゃうと、30人も40人も来ちゃってですね、ちょっと大混乱で私も疲れ果ててしまうんで、数名でもいいかなっていうですね、少人数メール党員様だけに募集かけさせていただきたいと思います。活動お手伝いしてください。とある活動ね、よろしくお願いいたします。岸田総理、外国人留学生を増やすことを永岡文科省大臣に指示。木印だな、キッシーだなこれな。情報源は官僚とテレビしかない、情弱売国バカ野郎確定ですね。バカ野郎だなこいつな。こんなことやったらネットでどんな風に言われるか全然分かってないな。テレビしか見てねえし、文科省の官僚の言うことは丸呑み信じちゃうし、どんな美しい言葉で騙されたんでしょうか、たやすく。キッシー、ネットの反応です。マジでいらんことせんしかせんな、余計なことしかしないなこいつは。人民動員法に縛られてる中国人を増やしたいわけね。潜在的スパイを30万人も入れるとか、トロイの木馬計画、研究技術が盗まれていく一方、留学生は学費無償の上に生活費まで出してやってんだぞ。留学生という名の労働者、どんだけ売国すれば気が済むの。選挙終わった途端にこれか。留学生30万人計画っていうのはですね、文科省がぶち上げたですね、天下り先確保のための目標数値でした。民主党政権はもちろん、その後の自民政権でも修正されておりません。民主党政権で12万人だった、日本中にいる留学生、その時に12万8000人っていう数字を覚えております。あろうことかもっと増やそうとしているキッシー政権、一体ね、文科省官僚になんて言って騙されたんだか。留学生の6割は出稼ぎ人民ですよね。4割が人民で、2割がまあ要するに労働目当て、学業などせずにバイトに精出して日本人の職を奪う連中であります。しかもね、人民動員法に縛られてて、いつでも中国共産党の命令一家、スパイやボートになるのに、留学生はですね、学費、生活費、医療費、家賃、交通費、丸がかりで平均380万円年間かかってます。日本人の税金でこれ出してやってるんですよ。そんなのよりね、国立大学の学費安くする方が先でしょ。無償化すとかさ、30年間給料上がんないのに国立大の学費は右肩上がりですよ。次第も上がってますけれども、なんで給料上がんねえのに経済規模は大きくならないのに GDP ね、学費だけが上がることをやめない、これが少子化の大原因なのは間違いないですよね。子供大学に行かせらんねえ、だから2人は無理っていう若い夫婦いくらでもいるでしょ。うちは1人だなってね。さすが前川貧困調査員の古巣、ログでもねえな。そもそもですね、先人が苦労して蓄積した
我が国の学術をなんで外国人に渡してやんなくちゃいけねえの？のしつけて学費生活費援助の上で、秘匿すべきなんじゃないの？かえってね、外国人留学生超優遇廃止じゃなくて、一人も日本で学ばせない、日本の学術は日本人のため、日本人だけのものにした方が子孫繁栄につながりませんか？日本人の日本人による日本人のための日本の学術は外国人に渡さない方がいいんじゃないか？だったらね、留学そのものを禁止、日本は留学生受け入れませんってやった方が南北国益か、南北子孫のためになるか、それで潰れる学校は潰した方がいいんですよね。留学生頼みの学校、ゾンビ学校って言うんですよ。もうすでに死んでんの、経営成り立ってねえの。日本人だけで募集すると生徒集まんねえつのったら、もう経営破綻してんのを無理やりですね、外国人留学生というですね、毒塗って生かしてるゾンビ学校ですね。キッシー政権、外国人労働者受け入れ上限を拡大することを閣議決定したそうであります。労働需要の変化に応じ、応じてんじゃねえよ、日本人の給料上がんねえべ、留学生といい、労働力輸入といい、日本滅ぼしにかかってんな、きっしいな。ネットの話、奴隷制拡大か、治安悪くなんだろうか、売国党がまた変なこと始めた、給料を上げて日本人雇えよ、いい加減奴隷輸入を実習制度と呼ぶのやめろ。都内だがもうどこもかしこも外国人だらけ。私もこれ感じますね、特に居酒屋とかね、年間何千人も失踪してんだろうが、単純労働のどこが技能なんだ、言葉遊びやめろ。情弱バカキッシー総理、バカのことばっかり聞く力発揮しやがって、奴隷が欲しいって経済界の要望に応えたんだろうが、そんなのね、出血止めずに輸血してるようなもんじゃねえの？ゾンビを生かすためにね、なんか腹に刺さってる剣を抜かないで痛み止めと鎮痛薬飲んでるようなイメージです。私獣医ですけれども、そういうイメージが頭に浮かびます。キッシーはね、少しはツルッツルの脳みそで考えろっつーのね、こういうイメージを。閣議には高市さんもですね、経済安保大臣として参加してるはずなんですけど、止めてくんなかったのかな、がっかりですねこれね。留学生は増やすわ、技能、特定技能、外国人もっと入れようとするわ、人民留学生も人民労働者も日本人の子や孫に有利かどうかで考えたら絶対却下ですよね、こんなのね。子孫のためにっていうんだったらね、これに絡んでるね、文科省、外務省、経産省、財務省あたりが絡んでって思うんですけども、そこの官僚どもね、お前らの子や孫もこれで苦しむんだからな、分かってんのか、感じです。日本人の敵 NHK 8月28日朝、難民認定されないので証人の心臓手術が受けられない、かわいそう、まるで三毛鬼のような番組流しちゃいました。まあこんな感じですね、ネットの話。医療難民が大量に押し寄せてくんだろうが、病気になったら日本に行こう、無料で手術受けたいから難民申請って根本的におかしいだろ。国民健康保険はボランティアじゃない、頼んでないのに勝手に来た外国人の病気をなんで日本人が助けないといけないのか、意味不明、全くそれだ。外国に行くときに医療保険かけてから行くのは常識だろ、こいつらかけてこなかったのか、この少年の場合在留資格がないのに何年も日本にいることが問題、これ不法滞在が
子供産んじゃったかな、日本生まれの少年なのかね、NHK の言いたいことは人道的配慮による在留許可をっていうことらしいんだ。つまり病気なんだからかわいそうだからいさしてやれ、いうことらしいんですけどね、そんな風にしたらですね、重病人や犯罪者が世界中から押しかけてくるんだろう。自分の国に入れなくなった人間がですね、日本に来てどっかあの怪我すりゃいい話で、腕の一本ももぎりゃいられんだろうから押し寄せてくんだろう。NHK は日本の破壊狙ってますね、本当にね。さすがにね、あの共産党員で芝木隊がディレクターでいたり、在日外国人がプロデューサーで番組作ってたりしていることが判明している反日組織だよな。10月2日日曜日午後に渋谷で NHK スクランブルデモ行います。スクランブルしろー言いますけど、これは実質解体のことであります。沿道の見物している人の中には、おじいちゃんおばあちゃんで NHK 大好きな人もいる、多数いますんで、そういう人らにね、あの反感持たれないようにNHK 解体って言っては、でもやりません。スクランブルって、言います。これは解体。NHK がスクランブルをやったらですね、崩壊する、もう調査で分かっておりますんでね。皆様よろしくご参集ください。手続き終了後正式に告知いたします。あと9月11日の、活動、午後の活動、場所は新宿です。こちらの方もメール当院様限定で募集しますんで、お手伝いください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。